げたと言われたり基本仕事対応1万円以上スパチャくれる人のことを不当客それ以下の人は細客投げないやつは貸すそれでも自動車スパチャしたいよ生配信すりゃスーパーチャーがすごいぜ180万よ世界一になったよ借金があるからよ投げた金返済に使うのいやいやスーパーチャーのお金は全額寄付をしているよこないだだって競馬競輪で700万負けたがその金はスパチャじゃない金融会社から借りてきたご利用可能額は800円貯金は700円相方死ぬなよ借金代をギャンブルで作った借金は全てギャンブルで返すよスパチャは寄付するよ給料など残らないよ税金を払うため経理税金やだから増やさないと200万負けてる時ツイートしたらボトレスが告知してきた喧嘩を売られたと思った粗品さん即行金を借りてくる苦面する勝負出るで負けるピアノも指揮者もできる M1 R1 の覇者そして本物のギャンブラー金持ってると罪悪感あるから使うとか言ってる毛皮はお札に4本足が生えてしばせろって貸してる友達からも生活費借りる借りた後みに北斗座ってる返さんでええやろ返さなあかんやろお金まじないけどなんでだろう前向きなんだよそれでも恋人にしたい芸人ランキング見の模様金持ち。